はようございます。みさぺこです。今回はちょっと前に Vlog で出したちょっと前っていうか多分かなり前に Vlog で出した秘密結社ニルヴァージュターンエンサーのリリーベに行った感想をおしゃべりしたいと思います。ちょっとね今ね23時22分だからちょっと静かめにしますね。怒られたくないから。秘密結社ニルヴァージュターンエンサーのリリーベに今回1回行かせていただいて、1回は福岡パルコさんに行かせていただきまして、2回目はアミュープラザ博多駅さんに行かせていただきました。まずパルコさんのお話からするね。当日はその目黒タンのいつものお友達と2人で行きました。急遽行こうっていう風になったので、そのメメタンのお友達と行って、なんか結構その到着早かったから時間ゆとりあったから、とりあえずタワレコ行こうってなってタワレコ行って、なにわ男子とスノーマンのパネルがあったから、そこでちょっとツンツンしてみたりだとか、スキピってしてみたりとかして、写真は全然撮らなかったんだけど、もうかっこよくて、ジャニオタジャニオタってして、で、CD を買って、そのリリースイベントの無料ライブの整理券をもらうために CD 買って、私の推しがサクディハーピーだから、上手側でいたんだけど、サクちゃんで多分上手だと思うんだよね。私の記憶違いだけどね。でもね、上手にいたの、私は。サクちゃんは上手だと思ってるから上手にいたの。うん。で、パルコさんは3列目ぐらいで見ました。なんか、仕切られたイベントスペースみたいなのがあって、そこで、タワレコの、そのタワーレコードって書いてある背景をバックに、その、ライブを見たんですけれども、なんか曲とかもなんかすごく好きな曲が多くて、で、あとその新曲をその時初めて聞いたのね。東京の現場とか行けてないし、全然てか推し活できてないのね。チメンズ地下アイドルのオタクをこのしばらくお休みしますっていう動画をこちらで出したかと思うんですけれども、そう、ブラックシープシンドロームさんが解散してからというもの、メンズ地下アイドルというものの現場に全く行ってなかったので、もう本当に風習が分からなくて、なんかまあ楽しめればいいやっていう気持ちで行って、でその目黒タンの子はそのメンズ地下アイドルが初めてだったから、楽しめたかな、楽しかったっていう聞いたりとかして、でもなんかすごく好きになってくれて、そのメンチカのライブ時とか誘ってよって言ってくれるぐらいには楽しんでくれたから、まあオッケー、オールオッケーって感じなんだけど、でまあチェキとか撮って、の特典券でねチェキとか撮って、その撮影のこう流れとかがよく分かってなくて、なんか結構最後の方にパルコは撮っちゃったの。だからもう本当指名したい人には本当に申し訳ない気持ちになった。私は早く撮って早くさってなればよかったのに、私なんかがこんなところで、なんかね、鍵締めをこう狙ってる女みたいになっちゃったの。申し訳ないけど、なんかそれはちょっと嫌だなって思っちゃった、うん、なんか本当にごめんなさいって思って、でまあさくちゃんと久しぶりにお話できてとても楽しかったです。その時が金髪、ほぼ金髪の髪色だったかな、うん、でその後こっちアミュプラザ博多駅編なんですけれども、アミュプラザ博多駅は佐久間タンの幼なじみと一緒に行きました。まあ、どっちも幼なじみなんだけど、その佐久間タンのお友達はブラックシープシンドロームの時レオンくんのオタクになりかけた子で、レオンくんの顔面がいいってずっと言ってた子で、で、まあメンチカに
興味があるっていうか、行くなら行ってもいいよっていう感じの子だったので連れて行きました。私は羊の残り画を追ってこういろいろ回ってるので、すごいなんかダメなオタクだなって思うんだけど、さくちゃんのためにあの行ったのね、アミュプラザで。このさくまたんの子もアミュプラザ、うん、に行って、屋外だったの。そう、アミュプラザ会場が屋外だったので、クレカが使えなかったの。現金のみですって言われて超焦って、インフォメーションに、すいません、お金下ろせるところってありますかって聞いて、え、銀行どこですか、どこどこなんですけど、あ、だったら系列銀行がどこどこにあるのでって、慌ててお金下ろしに行って、ごめん、マジごめんって言って、お金、その下ろしたお金を持ってバーって上に上がって、その予約して終わったのね。で、そこまではいいんだけど、あのさくちゃんがもうなんか、もうほんとさくちゃんが今ね、さくちゃん大好き気なの。さくちゃん大好き気なの。すごい言いにくいね。さくちゃん大好き気なの。もうほんと大好きだから、本当はいっぱい現場に通いたいし、いっぱい行きたいんだけど、いかんせんこれがねないから。なぜならほら、ジャニーズが立て込んでるからさ、あの君樹のライブに行けてなくて、ちょっとあのさくちゃん不足っていうか、悲しみに打ちひしがれててるんだけど、このさくまたんの子もさくちゃんがすごい大好きだから、そのさくちゃんのところ行って楽しかったって言ってくれて、なんかもう二人ともヘトヘトになっちゃって、もうほんと疲れ果てた顔して帰りました。うん、だってさくまたんの子帰り寝てたからね、バスの中で。もうめっちゃ可愛いと思って、そうくらい楽しかった2日間です。だからね、もうすぐ、もう今7月で、7月の末に撮ってるんですけど、8月の中旬ぐらいに CD が発売なので、そろそろあの大量の CD が届くのかと思うと、また怒られるんじゃないかと私はヒヤヒヤしております。ええ、ヒヤヒヤしております。大事なのでもう一度おしゃべりいたします。ヒヤヒヤしております。なので、あの頑張って怒られないようにしたいと思います。無理なんだけどね、うん。なので、まあ今回この2箇所のリリーベ行って、もう本当にさくちゃんが大好きになって、それまで姫路の推しは、私は聖護マーベラス金木だったのだったんだけど、やっぱさくちゃんを見ちゃうと、さくちゃんが一番大好きだなっていう風に思いました。はい、なのでこれからはね、あの地方のオタクだけど、ゆるーくね、あのオタ活、またメンズ地下アイドルのオタ活をしていこうかなと思います。なんかその秘密結社ニルバージュターンエンもそうだし、あと新世紀エピックスターごとにあっくんがいるんで、あかしくんがいるので、今なんだっけ、あかしでこぶしがいるので、それを、そのあっくんを応援するっていうのと、あとエボルっていう新ユニットができて、そこにレオンがいるので、あのエボルも応援していきたいなと思います。で、なんか匂わせかなんかわかんないんだけど、ゆいまるが活動をするしないみたいな感じになってきてるので、それの情報も追いながらいろいろとやっていきたいなと思います。もっとね、東京に住んでたら、ゆいまるがさ、こうゆいまるの突発現場が結構あって、突貫的にあって、すごくなんか行きたいなって思うんだけど、いかんせんまだコロナが怖いじゃん。コロナが怖いから、その行けないから、早くね、家の中落ち着いてほしいなって思います。ということで、今回はこの2箇所の2回行った姫路のリリーベの感想でした。いかがだったでしょうか。で、私はもうメンズ地下アイドルのお宅に戻りましたので、これからちょこちょこまたそういうお話があるかと思いますので、あの私のお話のお相手をしてくれると嬉しいです。ということで、本日の動画はここまで。いかがだったでしょうか。
よかったらまた次の動画でお会いしましょう。ミサペコでした。またねー。バイバーイ。